伊野線の乗り場張間や交差点を曲がる電車、張間や橋停留場は、高知県高知市、張間や町一丁目及び南張間屋町一丁目にある都佐電交通の路面電車停留場。五面線、伊野線、三橋線の三路線が乗り入れ、東西の路線と南北の路線が、張間や交差点上で平面交差する要衝である。 当定流場が開業したのは1908年。まず通じたのは、東西の路線で、土佐電交通の前身土佐電気鉄道により、路線の堀詰停留場から、五面線のゲージ停留場までの区間が開通したのに、合わせて、五面線と井戸線の停留場が開設された。なお、桟橋線についてはこの時点で、すでに開通していたものの、当時接続していたのは、 隣の堀詰停留場だった。それから当地に南北の路線が通じるようになったのは1928年。まず2月に高知駅前から針間や橋まで、ついで8月に針間や橋から塩江橋までの区間が開通した。これに伴い堀詰停留場で分岐して塩江橋までを結んでいた急線は廃止、堀詰に変わって、 はりや橋が各線の接続点となった。停留場名については、はりや橋と漢字表記されることもある。当初は漢字表記で1954年以前にひらがな混じりの表記になったともされるが、正式に解消を経たものであるかは不明。はりや橋停留場は、平用軌道上に設けられ、はりや交差点の上に軌道が敷かれる。交差点から東に、 五面線、西に、伊野線、南北に、三橋線の伏線軌道が通じ、東西方向と南北方向の路線は平面交差する。互いの路線は単線の連絡線で結ばれ、各方向とも平面交差の手前から左折により、点線が可能。このうち交差点の北、三橋線上り方面からは左折して、東行きの五面線に点線できるだけでなく、 右折して、西行きの伊野線にも転線できる、要連絡線が敷かれている。転線した先には、各方向とも渡り線が設けられる。ホームは、交差点の西側と南側に、それぞれ2面ずつ設けられ、いずれも2本の線路を挟んで向かい合わせに配される。交差点西側にあるのが、5面線、伊野線の乗り場で、線路の北側が、5面線5面長町方面行きの一番乗り場。 南が、イノ線ン方面行きの2番乗り場。五面線とイノ線は、東底流状を奇襲点とするが、大半の電車が直通運転を行う。また、出入庫運用やイノ線と高知、駅前方面間で、桟橋線との直通運転も行う。一方、交差点南側にあるのが、桟橋線の乗り場で、線路の西側が、高知駅方面行きの3番乗り場。 東が三橋方面行きの4番乗り場。どのホームにも上屋が設置され、電車が2両停車可能。かつては2番乗り場が交差点の東側に置かれていたが、2005年に上記の右折西行きの連絡線を新設する工事に合わせて西側へ移設された。なお、旧来の2番乗り場はそのまま、それまで井の方面行きの乗り場が存在していなかった。 電鉄ターミナルビル全停留場の乗り場に転用されている。停留場に面する土電ビル1階には定期券の販売などを行う、はりまや橋サービスセンターが併設されている。電鉄ターミナルビルはりまや交差点の東に、はりまや橋、西に、境町、北に、北、はりまや橋、南に、南はりまや、橋バス停がある。また、近接する場所に、 ハリマや橋観光バスターミナルがある。高速バス一般路線バス高速バス一般路線バス、一般路線バス,一般,線バス一般路線バスハット AB、東底流上を境に来たは、駅前線とも称される。ABCDEFGH、土佐電鉄が走る町根塾98から101.156から158ページ AB、土佐電鉄が走る町根塾28から29ページ、 土砂電鉄が走る町根五54ページ。ABCDE 川島慶造。全国鉄道事情大研究四国編。創始者。2007年。284から292ページ。ISBN 978から4から794216151。AB 今尾慶介日本鉄道旅行地図帳11中国四国。新庁舎。2009年。 59から61ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。ABC ハットリシゲタカ、路面電車新時代 LRT への奇跡三回堂2006年、306ページ。ISBN4 から381018168。上野広と、都砂電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、 設立式新デザインの車両披露。毎日新聞。路面電車の軌道工地観光資源に、土佐電、ネット資金募集。日経 MJ2018 年11月26日2018年12月4日、閲覧。土佐の工地の路面電車。奇跡を構成に、ダイヤモンドクロッシングとトリプルクロス株式会社、幕開け2019年1月19日閲覧。 ABCDEFG 川島慶三四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、38から39ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。路面電車は行く高知高知新聞社、1998年。 87ページ、ISBN4 から875032684、ハリマやはしサービスセンターとサデン交通。ありがとうございます。